日本のプロダクトであったりとかサービスであったりとかっていうものが世界にじゃあどれだけ出ていけるのか出ていってるのかみたいなところを見てみると意外とね世界で日本のものって見ないんですよ。なかなかやっぱり世界に行くっていうのが今までうまくやれていなかった。同じような事業をやってる人たちとだったら一緒にやることによってもっともっとできることってあるんじゃないか、つながれる場所ってないのかなっていうことを探してみたらなかなかそういう場所がなかった。まあないんだったら作ってしまったらいいじゃん。メイドインジャパンっていうことに対してもちょっと、まあ、違和感というかっていうところは僕自身が持っているところがあって、フロムジャパンって呼んでるんです。日本が考えたりとか日本の技術が入っているもの、そこに必要な外国の力があっても別に僕らは全然問題ないと思っていて、日本の人たちがこれが必要でこれが作りたいって思いがあるものは全て僕らはジャパンブランドというふうに考えています。国レベルでやられているような事業もあれば、結構その個人のクリエイターさんであったりとか、まあ、事業者さんっていう方たちも参加しているところはありますね。利用しまくってほしいなと思ってるんですよね。自分たちが何をしているっていうことをただ伝えるだけではなくて、どういう人たちとどんなつながりを作ってどんな未来を作りたいのかみたいなところをちゃんとプレゼンしてもらう。来ているお客さんたちも、あ、だったら今登壇している方とはこういうことができるんじゃないかっていうことをちゃんとこうお互いが意識できる。だからもうどん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 紹介し合ってお互いにとって必要な価値をつかみ合える関係性っていうところを作れるのがジャパンブランドフェスティバルだと僕らは思ってるんですよね。